ホップステップハサップ、食品衛生管理ファイル記録編。本編では記録の付け方、問題があった場合の記入例、記録の振り返りについて説明します。準備するものは食品衛生管理ファイル、振り返りシート、筆記用具です。食品衛生管理ファイルと振り返りシートは保健所窓口での受け取り、もしくはホームページからダウンロードできます。まずは記録の付け方について説明します。食品衛生管理ファイルにカレンダー形式の記録表があります。本編ではこの記録表を使用します。記録とはマニュアルに基づいて実施した作業を記録表に記載することです。作成編で作成したマニュアルの内容に基づき実際に調理・製造等を行い、その作業内容を記録します。調理を行う際には長時間危険温度帯で食品を放置しないように注意しましょう。では記録がなぜ必要なのか考えてみましょう。記録を実施すると食中毒発生の未然防止になります。問題が発生した場合、衛生管理を適切に行っていたかの確認書類となります。お客様や保健所に対して衛生管理を適正に実施していることを説明できます。業務の改善点が見え効率化できます。このように記録がお店を守る根拠になるため記録の実施が必要です。食品衛生管理ファイルの記録表のページを開いてください。一般衛生管理の項目と重要管理の項目に分かれています。この記録表の各項目にできたことを丸、できなかったことに×をつけます。そして×の場合にはその理由と対応方法を特記事項に記載します。ここで大事なことは×がついてもきちんと対応して改善することです。×が多くても罰則を受けることはありませんので、お店のレベルアップのために正直に記載しましょう。実際に墨田子くんのお店の1日を見てどのような記録になるか見てみましょう。特にマニュアル通りにできているかに着目してみましょう。まずは一般衛生管理についてです。原材料の受け入れでは問題なく返品はなかったようです。冷蔵庫の温度は8度、冷凍庫の温度はマイナス18度ですね。二次汚染の防止ではまな板の使い分け、使用後の洗浄を行っていますね。器具類の洗浄・消毒をしたら殺菌庫に保管し、トイレの洗浄はドアノブまで行っています。作業前に粘着ローラーで汚れを取るのを忘れてしまいましたが、すぐに気づいてほこりを取ったようです。手洗いは様々なタイミングでしっかり行っていますね。では墨田子くんの一般衛生管理を記録に残してみましょう。丸1の原材料の受け入れは問題がなかったので丸。丸2の冷蔵庫の温度は8度、冷凍庫はマイナス18度と記載します。丸3、
二次汚染の防止丸4丸5器具トイレの洗浄消毒丸7衛生的な手洗いは問題がなかったので丸を記載します。丸6清潔な作業着の着用等では作業前の粘着ローラーを忘れてしまったので×を記載し、突起事項に粘着ローラーを忘れたので直ちに作業着を確認して清潔にした等問題があった内容と合わせて対応方法も記載します。次は重要管理についてです。盛り付け前には手洗いを行い、盛り付け時は手袋を着用しています。おや？冷蔵庫から刺身を出したまま室温放置してしまったので廃棄したようです。肉がよく焼けていることを確認し、熱いまま提供するご飯や味噌汁は高温で保管します。加熱・再加熱する際はグツグツと中心部まで十分に加熱されたことを確認していますね。では、墨田子くんの重要管理を記録に残してみましょう。非加熱で提供する刺身を室温放置してしまったので、非加熱で提供は×を記載し、突起事項に刺身を室温放置してしまったので廃棄した等問題があった内容と合わせて対応方法も記載します。その他の項目は問題なく行えたので丸をつけて記録の完成です。次に問題があった場合の記入例について説明します。マニュアル通りに行えず問題があった場合は突起事項欄に詳細を記載します。問題があったことを記録に残すことは今後衛生管理を改善しサービスを向上させることにつながります。大切なことは問題点や対応方法を具体的に記載することです。実際にどのように記載するとよいか記入例を見てみましょう。まずは一般衛生管理項目についてです。原材料の受け入れ確認の場合、小麦粉の包装が破れていたので返品した。冷蔵庫の温度確認の場合、15度、20分後に10度になっていた。いつもより出し入れが頻繁だったことが考えられる。今後、適宜確認し、冷蔵庫の故障がないか気にすること。黄砂二次汚染の防止の場合、肉用のまな板でサラダ用のトマトを切ってしまったので加熱用に使用した。器具などの洗浄・消毒の場合、13時まな板に汚れが残っていたので再洗浄をした。トイレの洗浄・消毒の場合、客からトイレが汚れていると指摘があったので洗浄・消毒した。従業員の健康管理などの場合、 A 君が下痢との連絡があった。自宅待機を依頼した。衛生的な手洗いの場合、 C 君がトイレの後に手を洗わず作業に戻ったので注意して手洗いさせた。このように問題があった内容とその対応方法を記載します。
振り返った際にどんな時にどんな問題が発生していたか確認できるよう具体的に記載しましょう。次は重要管理項目についてです。どのように記載しているか調理形態ごとに見てみましょう。まず冷たいまま提供する第一グループでは、冷ややっこが冷たくないというクレームがあった。確認したところ、冷蔵庫から取り出して長時間室温で放置してしまっていた。廃棄して新しいものを提供した。熱いまま提供する第2グループでは、ハンバーグの中が赤いとクレームがあった。調理担当に確認したところ、急いでいたので確認が十分でなかったとのこと。調理担当に加熱の徹底と確認を再教育した。最後に加熱後冷却し提供する第3グループでは、ポテトサラダを製造してから長時間室温で放置してしまったので廃棄した。このように問題があった内容とその対応方法を具体的に記載します。最後に記録の振り返りについて説明します。記録は1年間保管しましょう。お客様からクレームがあった場合などに記録を確認することもあるので、しっかり保管しましょう。記録はつけて終わりではありません。定期的に記録を確認する必要があります。定期的に確認し、同じ問題が発生した場合は同一の原因が考えられるので、対応方法を検討する必要があります。記録の振り返りを行う際は、振り返りシートを活用してみてください。活用例を説明します。重要な問題や同じ問題が繰り返し発生していた場合、問1の「はい」にチェックをつけ、9月に髪の毛の混入が3回あったと、その旨を記載します。そして「どのように改善したか」に、粘着ローラーを設置しローラー掛けを行うことにしたと、改善方法を記載します。過去1ヶ月で従業員や納入業者が変わった場合、問2の「はい」にチェックをつけ、新入社員に衛生教育を行うとともにマニュアルの説明を行った等、その内容を記載します。過去1ヶ月でメニューの変更があった場合、問3の「はい」にチェックをつけ、新しくハンバーグ定食をメニューに加えたので重要管理のポイントを見直したと、その内容を記載します。長時間ご視聴いただきありがとうございました。食品衛生管理ファイルについてわからないことがあれば、お気軽に墨田区保健所へお問い合わせください。